で、なんで俺たちのところに来るんだ、チビ。だって、エリオットとリオはいつも学校でエイダと一緒なんだろ。だったら、エイダの好きな人も知ってるかなって。知るかんなもん。だいたい俺たちは学年が違えんだから、そんなしょっちゅう顔合わせるわけねえだろ。え、そういうもんなの？そうでなくとも、エリオットは常にミス・ベザリウスを避けていたからね。向こうはあんなに君と仲良くしようとしてくれていたのに。まったく。リオ、余計なこと言うんじゃねえ。いやいや、もうちょっと詳しく。それはつまり、エイダがエリオットにある種の特別な好意を抱いていたと。は？はあ？さあ、詳しいことは僕にもわからないね。でも彼女はどんなにエリオットに辛く当たられようとも決してめげなかったよ。小さな両手をこう胸の前でキュッと組んでね、少し頬をあからめながらけなげに言うんだ。エリオット君、あのね、私ね、ナイトレイのお家のこと、お兄さんたちのこととか、もっとたくさん知りたいの。と、それに対してエリオットは、うっせえバカブーツデーブ、おめえなんかに話すことなんかなんもねえよ、うっせえバカバカ。エリオット、お前エイダにそんなこと言ったのか？言ってねえ！適当なこと言うんじゃねえ、リオ！ま、冗談は置いといて。ん？彼女がナイトレイのことを気にかけていたのは本当だよ。もしかしたらあの家の誰かが、君が今探しているエイダさんのお相手なのかもよ。ナイトレイ兄弟の誰かが？おい、お前ら！何をひそひそと話してやがる？もしもエイダの好きな人がエリオットだったとしたら。なんだよチビ、人の顔をジロジロ見るな。エリオットはいいやつだ。短気だし、すぐ俺のことチビって言うし、口も悪いけど、でも本当にいいやつだ。それにもしこいつがエイダと恋人になったとしたら、俺たちがさっき話してたベザリウスとナイトレイの関係を変えていくっていう目標に一気に近づくことになるんだよな。どうしよう、リオ、反対する理由が全くない。まあ落ち着いて、オズ君。恋愛っていうものはそんなに単純なものじゃないんだよ。妹さんに好きな人がいたとしても、相手にその気がなければその恋が実ることはないんだから。そうか、そうだよな。エリオット、お前エイダのこと好き？嫌い？お前はもっと慎みというものを知れ。僕も気になるな。君って勉学や剣術にかまけてばかりで、色恋沙汰と縁がなさすぎだよ。僕たちの年ならもっとさ、あの女の太ももたまんねえな。とか、そういう会話があるべきだよ。エリオットって女の子に興味ないの？違うよ、オズ君。エリオットはただむっつりなだけなんだ。勝手なこと言ってんじゃねえ！じゃあ君の理想の女性ってどんな人なのさ？え？理想？それは、そうだな。どっかのチビと違って慎みがあってだな。ん？どこぞの従者と違って綺麗好きで、ほうほう、24にもなって制服を着るようなバカとは正反対で、空気の読めるできた女だな。ちなみに好みの下着の色は？アイボリーに黒で花柄の刺繍とかあったらたまんねえよな。おい、何言わせるんだ。ちょっと待って、今の要素を合わせるとどう考えてもエイダと一致するじゃないか。なんでだよ。誰があんなぼーっとしてる女好きになるか。うちの妹の何が不満だよ。おい、オズ君、君は彼女とエリオットをくっつけたいのかな、邪魔したいのかな。くだらねえ。だいたい気になるなら俺たちじゃなくて直接本人に聞いてこいよ。男のくせにこそこそと情けねえ。それこそ慎みがないじゃんか。もし出方を間違えてエイダに嫌われちゃったりしたらどうすればいいんだよ、エリオット。俺が知るか。なんだ、飛び蹴り？貴様、
私を置いてどこかに消えたと思ったら、こんなところで何をペチャクチャと楽しそうにしている。カシはもう飽きた。私を肉のある場所へ連れて行け。あっ、なんだ、アリス、待って、引きずらないで。行っちゃったね。あいつは確かオズと契約しているっていう。今の蹴り、そしてその後の仁王立ち。かっこいいじゃねえか。え、君ってああいうのが好みなの？あ、なんか言ったか。ああ、なんでもない。まあ理想と現実は違うよね。はあ？